はーいお疲れ様です元三つです今回のお話なんですけどある子連れ親がヤバすぎるぞーっていうことでね話題になってる話なんですけどこちらの記事ですね親は何してるって USJ で子供たちが禁止エリアに続々乱入スタッフ必死の呼びかけも虚しく動画が拡散だっていうことであの USJ でですね子供がま入っちゃいけないところに入ったりしてたわけなんですよねまそれには理由があるんですけどそれをスタッフ はね大声でやめささせててくださいって親の人たちに呼びかけてたんですけどえ、止めるどころか、むしろ親もそのエリアに入っていったりしてる。そんな動画がね、拡散されてるわけなんですよね。まあ晒されてるというような状況になるんですけど、あまりにも、その子連れの親の、えー、しつけがやばすぎるというか、親がやばすぎると。まあ、そして、なんなら、親は子供を使って転売とかをしてですね、お金とか稼いでんじゃねえのかえ、自分だけ得してんじゃねえのかとか、 そういう風にもね言われてたりもするんであまりにもやべえ親が話題になってるというのを見ていこうかなと思います元水のチャンネルでは時事ニュース系のことをお話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、まあ、こちらの記事で追っていきたいんですけどユニバーサル・スタジオ・ジャパンのステージショーで立ち入り禁止になっているステージ間近のエリアに子供たちが続々と乱入する動画が X で拡散されているっていうことで、まあ、その映像がこちらなんですけどどういう 状況かってていうのをね、記事で見ておきます動画が撮影されたのは5月11日午後サンリオの人気キャラクターが登場するクロミライブというショーの直後だということで、まあ、こんなライブが行われてたみたいなんですよねえっ、ー、とねこれかなこんな感じで黒みライブマイメロディとと黒みのキュートでロックなステージに歌って踊って大盛り上がりっていうことでね、まあ、サンリオの人気キャラクターが登場するショーなんですよねキャラクターの着ぐるみは楽器奏者らが退場する 通路となる立ち入り禁止エリアに10人以上の子供たちが入り込んでいる落ちている紙吹雪を記念に持ち帰ろうとしているようで子供と一緒になって拾う大人の姿もあるということでその映像がですねネットで晒されまくってたわけなんですけど、えー、こんな感じでね黒みライ部のクルーさんかわいそうすぎないかって何度も何度もお子さん見ていただけますかとか青い線までお願いしますってこの後もずっと叫んでたよってお子さん怪我しちゃうよ親全然動かないし親が 行ったと思ったら一緒にコンフェ拾ってるしということで。このコンフェ っってていいううののがコンフェッティっていう紙吹雪のことになるんですよねちょっと元光はよく知らなかったんですけど、まあ、この映像をちょっと見ていきますね、まあ、こんな感じでですねここに立ってるのが、えー、そのクルーさん、えー、まあスタッフになるわけなんですけどちっちゃい子がね何人か紙吹雪を拾ってるわけなんですよこのライブ後に、まあ、何人かいるわけなんですけどまあそもそもですねなぜ紙吹雪を拾うのかっていうのもあると思うんですけど、えー、こんな感じでですね USJ ユニバーサルスタジオジャパンでは、えー、パレードとかの時に 紙吹雪がねドバーンって出てくるわけなんですよねちょっと見ますね こんな感じで、カメフブキがでーって出てきて、まあ、全部が全部ではないかもしれないですけど、記念的なね、カメフブキの形がこんな感じでキャラクターになっているものとか、そういうのもあるわけなんですよね。まあ、だから、これを持って帰ろうということで、子供が集まってるわけなんですよね。これめちゃめちゃ言いますよね、子供が。あ、ここにもある、ここにもあるって言って、持ち帰ろうとするわけなんですよ。ただ、ここのエリアが立ち入り禁止エリアなんですよね。ちょっっと見づらいいですけどここにラインが引いてあって、あ 一般の人たちは入れないよっていうラインと共に多くの観客の人たちはここで待ってるわけなんですよもちろんその中にも子供もいるわけなんですけどルールとかも守れない子供がどんどんこの立ち入り禁止の右側のエリアに入っていっていってるわけなんですけどこの途中でですねこのクルーさん女性が叫ぶんですよねまあ、こんな感じで 手を挙げてすみません、お子さんを見てくれますかということで、親の人たちに声を上げるわけですね。ちょっとこの子たち、立ち入り禁止のとこ入ってるから、ちゃんと見てあげて,って、気をつけてしつけさせてっていうことを言ってるわけなんですけど、ただ、親がね、これちょっと手前ぐらいが、これ多分親だと思うんですけど、まあ、この人が自分の子供なのか、目の前のここの子供のところに注意しに行こうとしてるようにも見えるんですけど、その後自分もねしゃがみ込んでですね、こんな感じで、 ここで調べ込んで拾ったりしてるんですよね親が注意するんではなくて自分 一緒にに拾いに行ってるぞっていうことで、まあ、こうした動画がさら、えー、されて拡散されまくってたわけなんですよ。まあ、スタッフの人が注意してんのに親も一緒に拾ってるということであまりにもこの人たちヤバすぎだろ子連れのやつっていうことで話題になってるんですよね。まあ、もちろん子連れのお客さん全員ではないと思うんですけど他の、ね、子供たちはちゃんとここで待ってるからねごく一部のヤバい子連れの親の人が、えー、こういうことを注意もせずに自ら入ってってむしろコンフェを拾ってるという状 東京なんですよ。 まちょっと記事にね戻っていくんですけど通路が塞がれていては出演者が退場できないため1人のスタッフが青い線まで下がってくださいと子供たちに呼びかけているそれでも事態は変わらず客席の保護者に向かって自分のお子さんを見ていただけますかと大声でお願いする様子も映っているということでうこういうに注意されてるのに親も止めないんですよね動画は700万回近く再生されずっと叫んでいるクルーさんがかわいそう親は何をしてるのかとか子 子供なら何をさせてもいいと思ってんのかとかしつけて。 言葉知ってんのかといった声が相次いだということでまあ子供以上に親が悪いんですよねで動画を撮影した女性によるとスタッフはこの後もずっと保護者らに呼びかけを続けていたといいあまりこういった場面を目にしたことがなかったので衝撃を受けましたと振り返るスタッフから注意されて子供を連れて戻った保護者は1人だけでむしろその後に青い線から飛び出して一緒になって紙吹雪を拾い始める保護者らしき姿もあったというということでどっちがこ 子供だよよっていう話ですよねきちんと線の内側で待てている子どもたちもいるのでその子の心境を思うと少し切ないっていやほんとそうだよねみんなが言ってもいや私はダメだってちゃんと我慢できる子もいっぱいいるわけですよねマナールール違反をしている子たちがコンフェを手に入れて得をしているのでと話す女性女性は週に12回は来場する熱心な USJ ファンだといいショー自体はとても可愛くて楽しくて元気をもらえる内容なのでマナーを守れない一文 のの人のせいで何らかの制限がかかってしまうと残念だと思いますとすると、まあ、そもそもなんで親も一緒になってそんな紙吹雪を拾うのかっていう話でもあるんですけどそれはね記念でもあるんですけどこんな感じでねメルカリのところで、えー、この紙吹雪が売られてたりするわけなんですよねそのパレードとかキャラクターごとにまた違う紙吹雪とかがあるんですよで、えーまあ、今回でいうと黒ミライブのものが、えー、こんな感じで、まあ、同一のものかはからないですけど キャラクターの神吹雪ってメルカリで出品とかもされてるわけなんですよね。まあ、だからこういう親とかが必死に拾ってですね、ネットで売ってるんじゃないのかというような話になるわけですよね。 まあ相当やばい親にななるわけなんですよしかも、あの子供に対してはクルーもそんなに強く言えないということで、まあ、逆に子供に注意をさせるんではなくむしろ子供に拾いに行かせてるんじゃないかっていう話にもなるわけですよね、まあ、そして集めさせてメルカリに売ってる、まあ、そういう話にもなってくるわけなんですよあまりにひどい親がいるということなんですね本当自分のことしか考えてねえのかよってなっちゃいますよねあまりにひどい親がいると思われてるわけですよね、まあふざけ なよよってのありますよ、ね、で USJ は設置されている柵などを乗り越えるまたがる登るといった危険な行為が行われた場合パーク全体および他のゲストの安全の確保のためパークより即座に退場いただきますお子様をお連れの方はくれぐれもお子様から目を離さないようにお願いいたしますなどと呼びかけているということなんですけどそのお子様を連れている人たちの精神年齢が子供みたいな人たちもいるわけなんで。 もうそんなことも守れない人たちは速攻で出せばいいんじゃないのかなと思いますけどね、まあ、子供をちゃんと注意できないような親がいるってねえ、まあ、ということでネットの意見もね見ていこうかなと思います最近の親って子供が何しててもほっとくし知らんふりしてるのを多い気がするってしかもそれを注意するとこの子は悪くないみたいな感じ出すしっていやそうなんですよね子供自体が悪いとは言わないですよでこれを放置してる親が悪いんですよねあなたが注意されてんのよってなんならこいつ気持ち 気持ち悪いみたいな態度取られるからなーってそりゃクルーさんも大変になるわーってクルーさんもね何とかお願いしますって声かけるしかないわけですよねそれでも、えー、みんな知らんぷり親は一緒にその紙吹雪を拾うとかふざけんなよーってなりますよねよく我慢できるよねとか他にはコンフェって何と思って調べたら紙吹雪なんですねーってそう元光もね知らなかったんですけどメルカリで検索したら数百円で多数出品されていますこんな貧乏くさいことよくできるなー っていうことでもちろん記念で持って帰るとかそういうのはわかるんですけどメルカリで出品する。 こんな感じで拾ったりしてもちろんメルカリで出品してるってことは大人がやってると思うんでね、まあ、そりゃ理解できないよねテーマパーク行って物拾ってメルカリで売るんだよわけわかんねえだろうって大人も混じってるじゃんって親も親なら子も子だねってルール守れないならできんでいいよって最善で見てる子自分も欲しいだろうにルール守ってて同じ子供なのに親で差がつくんだなっていやそうなんですよねええー 近所の手前で止まって見てるんですよね何やってんのあの子たちって待、ま、って っっっててやっぱしつけによってね、えー、子供も違う人間になるっていうことですよね。まあ、それがこの動画内でねはっきり見て取れるんでね。とか他にはモラルの低下だから今の子供って他人に怒られてもハッて顔するのよ。なぜだかわかるって親が子供に注意しないからそのうち怒られて逆ギレしたり殺人したりね大人になりきれてない大人が子供を産むな、育てるなーっていう風にもね言われてるわけなんですよね。 言われてたりマジで黒ミライブ見てる子供マナー悪すぎるんよって観客の隙間縫って最善行ったりしてるのもよく見るしそういうのは親が悪いと思うんだ静止しないとダメだと思うっていやそうだよね子供はもう楽しすぎてもうキャッキャやってる、まあ、それはしょうがないと思うんですよただそれを注意しない親はね責任あるよねこちらもいいでさせていただきますねとか USJ のステージショーで立ち入り禁止エリアに子供たちが続々と乱入さらには 注意すべき立場の保護者までも一緒になって乱入キャラクターがデザインされたコンフェアを、ね、拾うのが目的かっていうことでね中国人並みに民度が落ちた日本人だなっていうことがね言われてるわけなんですよねいやほんとそうだよねまあこうした親とかはそっか こうデキンとかでいいいいんじゃゃゃななななののかなと元光も思っっっちちますね他の人がだって楽しめなくなっちゃうもんねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけたらなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったら是非チャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました